電気部品として、とても重要なものに、コンデンサーと呼ばれるものがあります。電気を貯めるものです。科学で習う、鉛蓄電池も、電気を貯めることができましたが、あれは、化学エネルギーとして蓄えるのでしたが、ここで習う、コンデンサーというのは、電気を、静電気として蓄えるものです。具体的に見ていきましょう。このように、2枚の金属板を、向かい合わせに、極めて近づけておき、このように電線をつなぎます。そして、このように、電池をつなぎます。この2枚を、電極と言います。わかりやすいように、このように書いておきます。このようなものを、平行平板電極、と言います。コンデンサーというものの構造も、これと同じ構造です。このようにすれば、電気を貯めることができるのです。先生、この部分で回路が切れているのに、電気が流れるのですか？とてもいい質問です。この場合は、電気がいくらか流れるのです。もし、このように、電線だけだとすると、電池をつないで電気を流そうとしても、できません。それは、電圧をかけたとき、電線内の電子は、このように、いくらか移動しようとしますが、この部分で、たちまち、電子が過密になり、電子同士が反発してしまい、電気は、ほぼ流れないと言えます。しかし、このように、極めて近い距離に、電極を保持しておいて、電池により電圧をかけて、電子がこのように、いくらか移動したとき、これらのプラスと、これらの電子、つまり、マイナスの間で、電気的に引き合う力が働くようになり、電子がここに、保持されるのです。つまり、電気が貯められたというわけです。例えば、こちらに、マイナス3クーロンの電荷が貯まれば、こちらには、同じ量の、プラス3クーロンの電荷が貯まることになります。つまり、この部分を、いくらかの電気が流れたことになります。この状態になれば、この電池を取り去っても、これらの電気は、引き合ったまま、つまり、電気が溜まったままになるのです。では、何ボルトの電圧をかけた時に、どれだけの電荷が溜まるのか、などの、コンデンサーに関する理論を勉強していきましょう。静電気が溜まるのですから、ガウスの法則が活躍します。今、何ボルトかの電圧をかけて、この電極に、9クーロンの電荷が現れているとします。この場合は、プラス9クーロンの電荷と、マイナス9クーロンの電荷が、電気力により引き合って、このように、すべて、内側に集まって、いるのです。ちなみに、ガウスの法則により、プラス9クーロンの電荷からは、4π系9本の電気力線が出ていることになっています。ちなみに、K の値は、こうでした。さて、この場合は、すべての電荷が、内側に集まっているので、すべての電気力線が、これらのプラスの電荷から出て、これらのマイナスの電荷に入っていくと考えます。つまり、こっち向きには、出ていないことに注意してください。また、普通なら、端の部分では、このように、外に広がっているのですが、今、2枚の電極が、極めて近い位置にある場合、すべての部分で、このように、電気力線が、平行で、かつ、均等になっているとみなします。こうすると、計算が楽に進むことになります。今、この平面電極の面積を S 平方メートルだとすると、電解の強さ E を求めることができます。電解の強さとは、1平方メートルあたりを貫く電気力線の本数でしたね。よって、
この場合は、E イコール S 分の4π系9本と求まります。ここで大切なことは、この1平方メートルあたりの電気力線が、この付近でも、この付近でも、つまり、2枚の電極の間では、どこでも、同じ密度になっているということです。つまり、電荷 E の値が、一定の値になっていることが、計算を楽にしてくれます。そして、電解が求まると、電圧が求まることを習いましたね。つまり、電圧の定義は、プラス1クーロンの電荷を、電解に逆らって、2点間を移動させたとき、必要とした仕事量を、その2点間の電位差、ボルト、とするのでしたね。この場合、この電極間の電圧を求めるなら、プラス1クーロンの電荷を、ここから、ここまで移動させるのに必要な仕事量を求めます。もちろん、力×距離で求めます。まず、力から、電荷 E の中に置かれた、9クーロンの電荷にかかる力は、9×E でした。電位差を求める場合なら、ここは1クーロンとすればよいので、結局、これにかかる力は、プラス 1×E となります。よって、電極間の距離を D メートルとすると、仕事量イコール、力×距離イコール、1×E×D となりますね。E に、この式を代入すると、こうなります。S 分の 4πk3D となりました。これが、この電極間にかかっている電圧 V であるわけです。さて、この式を Q について解きます。こうなります。この式を、このように変形してみます。こう変形した理由を言います。この部分は定数です。また、この部分はこのコンデンサーの形状に関係する部分です。ここに V だけが残っています。つまり、この式の意味としては、このコンデンサーに V ボルトの電圧をかければ、この式により、そこに溜まる電荷の量、Q が求まる、というものです。つまり、この部分の値が大きいほど、同じ電圧をかけるだけで、たくさんの電気を貯めることができる、ということになります。つまり、この部分が、そのコンデンサーの性能を決める部分になっているのです。この部分は、イプシロンゼロ、と呼ばれています。真空の誘電率と呼ばれる値です。これを使うと、この式は、こう書けます。さらに、この部分、つまり、そのコンデンサーの性能を決める部分を、そのコンデンサーの、電気容量と呼びます。記号としては、大文字の C を使います。キャパシティの C です。電気容量の単位としては、大文字の F と書いて、ファラッドと読みます。この、C イコール、D 分の、イプシロンゼロ、S、ということです。これは公式です。ちなみに、イプシロンの値は、この K に、この値を代入すればわかりますね。結局、この記号を使って、Q と V の関係は、Q イコール、CV となりました。これも重要な公式です。さて、コンデンサーの話から外れますが、このクーロンの式を、このイプシロンゼロの式を使って書き換えてあることもあります。つまり、この式から、こう変形して、これを、ここに代入すると、こうなります。テキストによっては、クーロンの法則として、この式を書いている場合がありますが、それは、このような経緯でできているわけです。